山形県山形市七日町ある複合施設ビルである国道112号沿いに位置。山形市と地元地権者が共同で整備し、1987年に開業。開業当初は3フロアに専門店が32店舗存在したが、2015年に大型書店が撤退するなどした結果、2階と3階のテナントスペースの大半が空室となった。 あず7日町は8階建てのビルである。1階から3階はショッピングフロアとなっており、4階から8階は山形市中央公民館となっている。出店全店舗一覧は公式サイトを参照。2015年にオープンした藤崎のサテライトショップである藤崎の山形店や無印良品、2017年に閉店した。 セブンプラザから移転したキャンドゥ山形アズ7日町店などが存在する。大小15の研修室等をはじめ600人を収容できる多目的ホールやギャラリーなどを併設している。ホールは山形国際ドキュメンタリー映画祭のメイン会場など様々なイベント会場として使われている。5階のフロアには山形市立図書館の中央文館がある。アズ7日町に 入居前は三浦記念山形商工会館の中に存在した。あず七日町の地下に有料駐車場がある。ありがとうございます。